タイワンの大竹と申します。よろしくお願いします。今年のですね、一押し商品、重力セルテートニューセルテートの説明をさせていただきます。まずですね、大きな、進化ポイント、13セルテートからの進化ポイント4つあります。まず1つですね、マグシールドボールベアリング搭載となります。従来は、メインシャフト部そしてラインローラー部にマグシールド構造だったんですけど、今回ですね、従来ゴムパッキンで防水していたドライブギア軸ですね、この両軸にマグシールドボールベアリング、こちらイミテーションですけどもがそれぞれ入ります。そのことによってどういったメリットが発揮されるかといったところなんですけども、回転しているとき、ハンドル回転しているときもこのドライブギア軸から海水の侵入をシャットダウンすると、回転しているときも防水になっているといったところが特徴となります。さらに防水性能がアップしているといったところです。そして2つ目ですね、ローター、こちらの部分ですね、ここがですね、従来品よりも 11% 約 11% 軽くなっております。しかもですね、強度は 150% アップといったところで、強度をアップしながらも軽くなっているといったところが特徴です。まあ、実際ですね、見た目あまりこう区別がつかないんですけども、こちらが従来品ですね。でこちらが新しいセルテートの搭載のローターになります。こちらの方が 11% 軽くなっています。はい、でローターが軽くなることによってどういったメリットが発揮されるかといったところなんですけども、巻きのこの回転の初動ですね、これが従来品よりもですね、約 13% ほど軽くなっているといったところで、非常に巻きが軽くなっているといったところが特徴となります。はい、そして進化の3つ目、ドラグがですね、好評のですね、次世代ドラグ ATD、 非常に滑らかなドラグになっているといったところが特徴となります。そしてですね、進化の4点目、今回ですね、セルテートには、3500万4000万といったサイズが新たにラインナップになります。こちらヘビーデューティーモデルと言ってるんですけども、このモデルに関しましては、モノコックボディという新たな構造のボディを搭載しております。従来ですね、ボディっていうのはこのような形でボディとボディカバー2つのパーツで構成されていました。で今回ですね、セルテートの HD はこのような形でですね、1つのパーツ、1パーツでボディを構成しております。簡単に説明しますと、こちらがボディで、これドライブギアですね、こう入ると、そしてこのオーリングがついたこのキャップで締め込んでいく、そういった構造になっております。全くの新構造ですね。この構造によって、まあ、どういったメリットが発揮されるかといったところなんですけども、一つのパーツのためつなぎ目がないんで、よりまあ剛性の高いボディになっております。その剛性の高いボディでギアを支持しているんで、非常にですね、パワフルな巻き取りが可能になっているといったところがメリットの一つ。そして一つのパーツで構成されているんで、つなぎ目がないです。よってですね、防水性能がさらに上がっているといったところもメリットになります。そしてですね、ワンパーツで構成しているんで、無駄にビスがないんですよね。ネジ止めの必要がないといったところで、このような大きいドライブギアが搭載可能になっていると。従来のですね、3500万サイズのギアっていうのはこのサイズなんですけども、見ての通り一回り違うボディが、あ、一回り違うですね、このようにギアが入っております。そのことによってですね、まあ、非常にまあ耐久性が高いといったところと、パワーがあるといったところが特徴になります。はい、以上、セルテートの説明ですね。この春、一押し商品となりますので、ぜひよろしくお願いいたします。